アザーマンもう一人の男は2008年のアメリカ合衆国イギリスのサスペンス映画監督はリチャードエアー出演はリリアム・ニーソンとアントニオ・バンデラスなど原作はベルンハルト・シュリンクの逃げてゆく愛初収納短編小説もう一人の男2008年9月に開催された第33回トロント国際映画祭で上映された 日本では劇場未公開でビデオスルーとなり DVD が2010年2月19日に発売された。海外では BD も発売されている。愛する妻、リサを亡くしたピーターはふとしたことから妻に愛人がいたことを知る。その愛人が住むミラノにやってきたピーターは正体を隠して彼に接近する。 カッコ内は日本語を吹き替え批評家からは概ね否定的な評価を受けた。ロッテントマトズでは39件のレビュー中15%の支持率で平均点は4.06、10となっており批評家の一致した見解は才能あるキャストの最善の努力にもかかわらずアザーマンも一人の男はおしゃべりで基地もなく緊張感もない。である。 メトクリティックでは8名の批評家レビューに基づいて34点となった。ありがとうございます。